お疲れさまでした。で今日で第一クールの最後に、はい、4日目が、ね、もう4時過ぎてるけど結構長いことやってたね。そうですね、今日はピッチングがなかったんですけど、ピッチングがあればこれより1時間ぐらい遅いかな、うん、はい、ああ、もうやっぱ必ずやることって決まってるの、キャンプが。まあ、僕はまあモビリティって呼んでるんですけど、体の動きをチェックするトレーニングを朝とこの練習の終わりに必ず行う。それがまあ40分かかるので、ちょっと、まあ、でそれを練習前に自分でやるってこと？練習前にもやります。アップ前にも？アップ前にやります。その室内とかそういうところで？そうですね、ウェイトルームでやってます。で時々だから自分で言うけど骨で投げるみたいな気がするやん。はい、あの回数ちょっともう一回聞いていい？要するに関節で投げる。そうですね、結構例えて考えると、僕はなんか自分の体にすごく落とし込みやすいので、うん、昨年、まあ、関節を使って投げてるような試合が、関節を意識して投げてすごく良かった試合が、完封した広島戦、序盤、うん、の方にあって、うん、なんか100、その時も106球で投したんですけど、なんか翌日全然張り感がなくて、うん、すごくいい投げ方をしたんだなっていうのを自分で感じて、うんうん、で再現性もすごくありましたし、なんかコントロールがブレるような感覚もなかったので、これをずっと表現できればいいんじゃないかなっていうのはずっと2019年のシーズン中感じてて、うん、それでちょっと関節を意識しようかっていう考え方にもありました。そのじゃあカープ戦のピッチングからそっちへ発想がいったわけだ。そうですね。でそれに関するのそのモジュリティだっけ、はい、もうやっぱりシーズン中までルーティンとしてやっぱやってるの？これから、まあ、昨シーズンは、もうやったんですけど、今年はより深部の方までしっかり考えて、まあ、関節がこうはまってて、そこをしっかりと動かしていったりとかみたいなところ、ああ、中でこう動いてるっていうのを感じながらね、はい、それが操れれば、まあ、体が例えば疲れているとかっていうものはあんまりこう左右されずに、自分のその日のパフォーマンスが出せるんじゃないかな。逆に故障にもつながりにくいっていう考え方が、はい、で今日休みの前の日じゃん、はい、当然出かけるでしょ、はい、で今4年目だっけ、今年5年目になる、5年目になるんだっけ、沖縄でやっぱり飯当然休みまで出かけるでしょ、はい、絶対出かけるよね、はい、行くとこって決まってるの？いや決まってはないんですけど、でも誘われたりとか、うん、自分から誘ったりとかもするんですけど、うん、結構沖縄はしゃぶしゃぶ系が多いかもしれないですね。はい、そこ多い。そうですね、もう焼肉よりはしゃぶしゃぶ、まあ、僕も好きなので、うん、結構頻繁に行ってるかもしれないです。ぶっちゃけ昨日もおったもんな。はい、昨日も結構食べたしゃぶしゃぶ美味しかったな、そこ。あそこは、はい、すごく。じゃああそこもちょろちょろ行くねや。あそこはでも初めて。初めて行ったの？初めて行ました。あそこも美味しいよね。はい、で自分北九州の出身、はい、で北九州でよく行ってた食べ物とかっていうのある？やっぱみんなは福岡を連想すると、まあ、ラーメンの連想もあるんですけど、うん、でも僕はぜひ福岡のうどんを食べてほしくて。聞くな、はい、うどんはまあサヌキと違ってコシはあまりないんですけど、うんうん、まあ、僕はすごく、まあ、それが。あ、それ聞くわ。あれ、アゴだし？何のだしとか。長崎がアゴだしだっけ？私とかちょっとトビウエあんま詳しくないんですけど、あれ福岡聞くよね、うどんって。福岡は、うどんはぜひ僕は食べてほしいなと思ってます。その美味しいうどんにはなんか近所にあったとかそういうこと？あ、近所にもありますとか、もう助さんうどんといっても全、まあ、福岡行ったらあ、チェーン店の知らない人はないっていうようなところもすごく美味しいですし、うん、そのうどんでもいろいろバレーじゃない、やっぱり冷たいお味に入れると。どれ行くタイプ？僕は肉ごぼう天うどんっていう。わかるわかるわかる。分かる。それがもう大好き。大好きですね。三食でも食べます。本当。そう、やっぱ蕎麦うどんで言うとやっぱうどん。あ、うどんですね。で、ラーメンうどんでもうどん。うどんです。他にある？地元で。地元、北九州の住所で言うと地元って八幡西、まあ小倉とかも。あ、そっちか。小倉か。車で20分30分。じゃあ昔でいう平和大球場だっけ？そこは車で30分くらい。でも行ったこと、ちっちゃい頃行った記憶ある？ないです。ないか。でもないです。平和大はないか。はい。
で今の北九州市民球場ではないんですか。どうだっけ。知らんのよ。そう今ないの。今あります。今あるの。こんなこんな素材で。で、そのうどんと、はい、あともう一つなんか。うどんとでもうどんしか食べない。あでも魚は美味しいやろ。なぜ。はい。まあ山口が近いんで、まあフグはそうやな。下関が。そうやな。でもやっぱ福岡とは違うぞっていう感覚自分の中である。いや、よく福岡どうしても福岡の人っていい。福岡の人はあんまり北九州のことを知らないんで、うん、よく地元どこ出身なのかって聞かれて、うん、北九州って言うと、うん、あ、そっちの方かみたいな。三島さんが福岡市の出身なんですけど、うん、三島さんによく、うん、まあ、北九州かもなみたいな、会話はあるので、ちょっと上から言われるかな。福岡にはちょっと。そこで対抗するには何かある。対抗するには、いや福岡市に勝てるようなポイントはあまり僕の中で今ない。あ、そうか、そうか。じゃあちょっと、せっかくなんでオリンピックの話も、はい、ちょっと伺いたいんですけど、まあ、当然自分の中では出場するっていうのはもうイメージはできてます、現時点で。そうですね、常に選ばれて投げて、うん、試合に勝って、っていうようなイメージは頭の片隅にあります、うん、ただそのレギュラーシーズンがあってでその間にあるでしょ。でまたその後レギュラーシーズンもあるわけじゃない。で紅葉シーズンって送ったことないでしょ、はい、その辺の想像ってできてる、この1年間のスパンって。想像をするとすごく、まあ、不安が先行してしまうのがちょっと正直なところで、うんうんうん、例えば、まあ、不調の中でシーズンに入ってしまったらどうしようかとか、うん、なんか想定をすればするほど、まあ、ちょっと不安が先行するかなってところはあります、ね。まあ、オリンピックも当然大事だけど、やっぱりレギュラーシーズンもありきっていうところで、もちろん開幕投手というところも十分秘めたこのキャンプを送ってると思うんだけど、その辺でやっぱりまずやっぱりレギュラーシーズンからっていう思いはあるよ。そうですね、きっとレギュラーシーズンに、入れば正直オリンピックっていうことは、一旦頭から外してっていう形になると思うので、うんうん、そこは全力でレギュラーシーズン、しっかりとローテーションを守ってチームを、ね、勝ちに導くっていうところは、やりたいなと思います、うん、だから俺が勝手に思うのよ。でオリンピックがあるからまた5月ぐらいからスタジアムもつけないじゃん、使えないでしょ。でドームだったり千葉だったりでホームゲームしなきゃならないっていう、ものすごくこう忙しい1年なんだろうなって僕思ってるから、だからそのコンディショニング作りはやっぱり結構大変そうだよね。はい、そうですね、うん、まあ、準備の仕方ももしかしたら、うん、変わってくるかもしれないし、ローテーションももしかしたら、まあ、レギュラーのローテーションじゃないかもしれないので、まあ、あらゆることに対応はしていかないといけないので、そのためにちょっと早めに作りたいなとは感じてます、ね、要するに例年よりも早めにちょっと余裕を持って仕上げていきたいっていう、そのイメージか。でレギュラーシーズンになってオリンピック入りました。で当然自分の中では頭でいきたいよね。で今回そのプレミアムあったでしょ、そこから枠が減るわけじゃない、はい、ってことはピッチャーの枠も減る可能性があるでしょ。そうなった時に、まあ、当然、まあ、僕もやっぱ先発としていってほしいなと思ってるんだけども、でトーナメント戦なのかどうか、連投の可能性だったり中でいけとか、いろんな要素が出てくる可能性あるでしょ。そこは自分の中でどう捉えてます。どんなところでもってみんな言うじゃない、やっぱり、はい、それ言うとかっこいいんだけど実際やるまで大変じゃん、はい、そこはどう自分は。そうですね、プレミアの時も、まあ、メキシコ戦が終わって、うん、まあ、長継ぎで投げるかもしれない、うん、まあ、でもその確率的にも、まあ、すごく低かったんですけど、うん、まあ、以前これが例えばオリンピックの本番だったって考えると、まあ、果たして自分のパフォーマンスが出せたかと思うと、まあ、もしかしたら体の張り感とかちょっと考えてみると、うん、まあ、中継ぎで行って、いきなりエンジンを上げれるか
は正直できてはないんですけど、うん、まあ、その時になれば、対応していただけるみたいなとは、うん、いやだから俺一言で思えないんだよね。これ本当大変だよね。でオリンピックで燃え尽きてもその後またレギュラーシーズン残ってるしね、はい、ましたチームがいい状況だと優勝勝ってくるわけじゃん。大変だな。まあキャリアの中でもすごくいい経験をさせてもらえると思う、うんうんうん、まあそういうポジティブに考えていかないと、はい、やっぱり不安になる方が強くなっちゃうよね、はい、そうそうか、わかりました。じゃあ、このシーズン、まあ、もちろんレギュラーシーズンでの目標あると思うけど、その目標ズバリちょっと聞かせてください。昨シーズンは、まあ、13勝で止まってしまった、13勝できたではなくて止まってしまったっていうのは僕はそういう認識でいるので、やっぱり他のチームのエースクラスのピッチャー見てもやっぱ15勝16勝しているピッチャーがやっぱり主戦でもらわれているので、なんとか自分もその16勝以上していきたいなっていう、そういった気持ちもありますし、そういう結果が残せればチームも絶対にいい位置にいるだろうなとは思います。わかりました。じゃあ応援してますね。では最後ファンの方にメッセージをお願いします。はい、2020年も、熱い投球を見てください、応援よろしくお願いします。今の投手陣の話でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。